どうも、上重政です。ですね、今年もいよいよですね、もう4日間ですか、今日入れて28、29、30、31、4日間で終わっちゃいますけども、今年はですね、皆さんに大変お世話になりましてありがとうございました。買っていただいている皆さんですね、使っていただいている皆さんと、あとは販売していただいているお店の、皆さんがいらっしゃってこその、うちも物を作ることができます。本当にですね、本当にありがとうございます。来年もですね、ちょっと魅力的なというか、楽しめるようなものをいろいろ作れればなと思ってますんで、引き続き来年も何卒よろしくお願いします。つうことでですね、一応今年最後の、今年最後というか発売は来年になるんで、来年一発目の、モッドの紹介なんですけど26650のチューブとかですね、昔は、まあ、チューブつってもバッテリーのサイズいろいろありましたね。500とか、650もちろん350、まあ、いろんなバッテリーがあって、いろんなバッテリーに対応しているモッドがあったんですけど、今はですね、ほとんどでかいもんもちっちゃいもんも18650が1本入ってるか2本入ってるかみたいな、感じになってますが、最近またちょっとですね、まあ、ポットのせいだと思うんですけどね、ポットが流行ってるせいだと思うんですけど、ちょいちょい350のチューブとかをですね、作るモッター屋さんも増えてきたので、じゃあいよいよと作っちゃうかっていうことで、先月ぐらいからですね、ちょっと設計を始めまして、でバッテリーもですね、今までちょっと、まあ、350、まあ、そこまでアンテナ張ってなかったのもあるんですけどね、350のバッテリーで安定したっていうか安全なものが、あれば作りたいなと思ってたんですけど、最近は、ベッパワーさんなんかもですね、イーフェストの、PSE マーク付きのですね、バッテリーを販売してもらってたりとか、販売してくれてたりとか、するので、そのバッテリー、安全なバッテリーをちょっと付属してですね、販売できるモッドを作ろうということで、350のチューブを真剣に作りました。しかもですね、まあ、昔懐かしの、まあ、5年前ぐらいからずっとやってらっしゃる方はもう、ああ、あったよね、こういうのみたいな感じだと思いますけど、これです。ザン。一応ですね、今日名前が決まりまして、名前がチビットです。チビット。チビット吸おうっていうですね、まあ、ポットみたいにチビット軽く吸おうよみたいなところで、チビット、ローマ字ですよ。ローマ字でチビット。に決まりました。で仕様はですね、650で、まあ、普通のなんてことないボトムのスイッチ、これエングレービング入ってませんけど、プロトなのでエングレービングが入ります。でチューブはエングレービングなしでこのままさらっと、あとはそうですね、ベントホールが開くぐらいですね。で350バッテリーの、ハイブリッドコネクトですね。ハイブリッドっていうとですね、結構今は清正の510みたいに、トップキャップにコンタクトが入ってない、アトマイザーの510をそのままコンタクトに、あのバッテリーにぶつけるタイプのハイブリッドっていうんですけど、昔はですね、どっかあったかな、ちょっと待ってくださいね。はい、今急いで持ってきましたけど、こういう、これ650ですけどね、こういういわゆる開かなくなってるっていうですね、いわゆるこういう、こういうバッテリーじゃないや510がない、もう専用のアトマイザー、専用のアトマイザーっていうか、もうそのチューブとアトマイザーがもうで一つの商品みたいなになってるのを昔はハイブリッドって言ってましてですね、このハイブリッド、こっちの古いタイプのハイブリッドをなんとか使おうということですね。ちょっとオールドスクールっていうのが、今回の、テーマだったので、それを採用しましてですね、なので350バッテリーですけど、これ実はですね、アトマイザーここまであんだろうと思うでしょ。実はですね、これバラすと、もうこれスレッドになってて、ほらアトマイザーここまでしかないんですね、実は。で350バッテリーと、でインシュレーターなしの、ボトムに段差がついてですね、この被膜でここで止まってて、上から下から、コンタクトが当たるタイプですね。まあ、とにかく配当を抑えて、高さを抑えてっていうところにこだわってるので、まあ、インシュレーターつけてもよかったんですけどね、インシュレーターつけるとどうしても1ミリか2ミリは必ず上がっちゃうので、インシュレーターをミットして、その代わり、この被膜をですね、がっちりホールドするような、またこの感触もいいでしょ。ほら、ぬめっと入る。
感じで、でコンタクトがですね、今これプロトなんで、カッパになってますけど、おそらくシルバープレ、そうですね、シルバーメッキになるか、まあでも素材そのままでいきたいっていうことで、カッパになるかなんですけど、これ実はですね、ただ普通にカッパのピンが当たってるように見えるんですけど、ちょっとバラすとですね、実はちょっと一工夫してあってですね、それなぜかっていうと、後々違うマテリアルの、コンタクトをつけられるように、例えば、ピュアシルバーですね、メッキじゃなくてもうモロシルバーでできてるコンタクトを、簡単に作れるようにっていうのを念頭に置いて設計されてるコンタクトで、まだちょっと見せられないんですけどね、ちょっとバラすと、あ、なるほどねっていう、あ、ここをシルバーにしようと思ってるのねっていうのが分かるかなっていう構造ですね。でスイッチもこれバラせないんですね。350なのでドライバーも指もこう普通に届いちゃうんで、もうチューブに一体型ですね。でこの継ぎ目を極力一箇所なくして、まあ、350ってただでさえ、パワーも弱いしバッテリーも小さいのでパワーをロスしないようにっていうことで、チューブがもう一体型になっていると。でこっちのコンタクトも、ダブルコンタクトになってて、ここのコンタクトの高さを調整できるのでバッテリーの配当を調整できるということですね。これもまたちょっとオールドスクールなところですけど、でですね、デッキの方はちょっとだけ見せましょうかね。これプロトなんですけどね、まあ、シュランと同じように見てもらうと、段差がポジティブとネガティブに段差がありますね。なので、コイルをこう巻いていくと最終的にこうなるんですけど、それがそのまま乗せられるっていうことですね。まあ、それはシュランとコンセプト一緒ですけどね、まあ、なのでシュランとか EI とかの、まあ、いいとこ全部集めて集約して350に縮めたっていうのがこのモットーになります。まあ、当然350なのでアホみたいに低抵抗ですると危ないんでですね、そこまで低抵抗で負けないようなデッキの狭さにしてあるんですけど、でエアフローの方もですね、かなり融通が効くエアフローで、16式よりちょっと16式、もちろん3つ穴があるんで1個にしちゃえば16式と同じになるんですけど、そのぐらいになるっていうですね設定になるので、ぜひ、プレオーダーはですね、一応今年中にプレオーダー開始できればっていうところなので、そうですね、おそらく年末になっちゃうと思いますけどね、年末っていうかもう年末かなので、ぜひ、プレオーダーでオーダーしていただいて、でジュースの方もですね、一応ジュースホールここにありますけど、これ今もうプロトなんでプラグつけてませんけど、ここにちゃんと蓋もつきます。でこのゴリラが一発で刺さる、いちいちシリンジに変えるのめんどくさいので、ゴリラが一発で入る径の穴にちゃんとしてあるっていうところですね。なので、まあ、オールドスクールなんですけど、一応今の、主流のものがそのまま普通にストレスなく使えるっていうのも、コンセプトの一つになってますんで、ぜひこのチビットですね、チビットをオーダーしていただければ、チビットをオーダーしていただければですね、一応年末の、まあ、ギリギリ31日に行けるかなってとこだと思うんですけど、オーダーしていただいてでファーストバッジはまあいつもの通り、プレオーダーになるんで、オーダーしていただいて完成したら発送という流れになりますけどね。でファーストバッジに、まあ、ちょっと何かしらの、アドバンテージっていうか何かしらのおまけをつけようかなと思ってますんで、よろしくお願いします。あ、ちなみにこれはね、一応ポリッシュなんですけど、マシンとポリッシュ両方出すつもりなので、どちらも両方欲しいって方もいるかと思いますし、いやマシンでしょっていう人もいるかと思いますし、まあぬめっとこのねポリッシュがいいかなっていう方も、いるかと思うんでですね、ぜひ、プレオーダーの方よろしくお願いします。一応プレオーダーいつから開始しますよっていうのは LINE で流しますんでね、LINE の方登録してない方はぜひまず LINE の登録からよろしくお願いします。ではちびっとよろしくお願いします。